犯罪心理学者の高倉は妻と幸せな日々を送っていた。うまい。何でもこれは未解決ですね。一家三人が行方不明になった事件です。未解決の一家失踪事件。一人だけ女の子が残されてます。どうしてその子だけ残されたんでしょう。あれはいつだったか。母が電話で誰かと話してました。安子、何かあったの。そして奇妙な隣人家族。西野さん、変人っていうか取り付く島がないっていうか。二つのつながりは本当の恐怖の始まり。今度うちにいらっしゃってください。面白いものもお見せできますし。どうしたの。何があった。あの人、お父さんじゃありません。全然知らない人です。ねえ、ご主人と僕とどっちが魅力的ですか。夫婦に迫りくる不気味な闇。二つの謎に隠された真実とは。待て、何が望みだ。別に何も。安子、俺が全力で君を守る。クリーピー、偽りの隣人。クレイジーすぎる隣人には気をつけろ。